こんにちは、スプリングです。私は今千葉県大多喜町、以前もね撮影をしておりましたけども、いすみ鉄道の撮影をしております。いすみ鉄道ではね、国鉄型の古い機動車が走っておるわけですが、前回からねキハ28今見えておりますね。そしてキハ52の撮影をしております。このキハ28はね11月に引退をすることが決定をしております。ですのでね、今回しっかり撮影をしていこうかなと思います。今回は編成写真はほとんど撮らずにね、基本的には風景写真、まあ排気をちょっとテーマにね今回撮影をしてまいりましたので、まあ排気っていうのはちょっと露出度高めにしてるってことなんですけども、まあそういうようなやり方でちょっと撮影をしております。まあさすがにね、まあ全部それ撮ってもいいんですけども、一発ぐらいまあ編成写真撮っとこうかなと思って、今回はねこちらアウトカーブからですけどインカーブ寄りの撮影をしてみようかなと思います。超望遠レンズを使っていきますよ。森の中から上総中野駅を出発をした、本日は急行のど地のヘッドマークを掲げたキハ28がやってまいりました。いやこの塗装、この顔つきの列車も本当にこれしかいませんからね、しっかり撮影をしていきましょう。いやたくさんのお客さんを乗せて列車が進んでいきました。かっこいいですね。煙ももくもく上げております。というわけでね、アウトカーブ側からインカーブ寄りの撮影をしてきました。こんな感じですね。いや非常にかっこいいですね。この急行のど地のヘッドマークも いい感じです。ちょっと今度アップ目に撮影をしてみました。いやいいですね。なんか実際は見たことないですけど、まあこういうのど地っていうヘッドマーク本当にかっこいいなと思います。いやそしてこのレトロな雰囲気いいなと思います。というわけでね、先ほどの列車本当にノロ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 走ってきますのでね、かつ道路はちょっと直線で結べれますので、ちょっとねすぐ追いかけすることができるんですよね。全然飛ばしておりません。というわけでねこちらで撮影していきましょう。以前ね菜の花の時期にJR 四国コラボの赤ひげ塗装を撮った場所ですけども、まあそれがこの列車走ってるところですが、遠くからもね、一般道からこういう風にちょっとしたミニ俯瞰ができるわけです。私だけでしたね。こんなところで撮れるんだって初めて知ったわけですが、これはこれでちょっと田園風景って感じでいいのが撮れたんじゃないかなと思います。というわけで写真こんな感じになりました。いいですね、本当にレトロな感じ。今回はね本当に先ほど申し上げましたけど、こういうような、ちょっとハイキーなね、感じで撮影をしております。いやーいいのが撮れました。さあというわけでね、またね、列車がぐにゅーっと回っている間にさっきの道進んだら、列車より前にね走っていることになってしまいました。というわけでこちらちょっと何駅だとか忘れてしまいましたけども、ちょっと列車出発するところを撮影をしていきましょう。なんか日が当たってきましたね。この辺ね結構曇り気味だったんですけども、まあ、雲多めだったんです。なんかちょっと日が当たってきましたね。まあしかしながら晴れたらちょっとこれ面つぶれになってしまうんですが、まあ別にそんなことは私あんま気にしておりません。本当に編成写真のね順行で撮りたいんだったら別ですけども、まあ今回はちょっと風景というかちょっと緩い感じを目指しておりますからね。ゆっくりと車体を揺らしながら列車がやってまいりました。いやいやよろしい、素晴らしい、いいですね。というわけでね、まず列車がこの駅に到着する前、こんな感じでね、撮影をしてみました。いやーもう緑がなんか美しいですね。もうなんか夏から秋に変わって冬になってね、もう冬枯れの季節になってきそうですけども、まだね、10月ということで、こんな感じで線路の沿線、緑がしっかり残っておりました。いやー非常に美しいですね。このキハ52の側もしっかり撮影をしておきましたよ。というわけでね、また別のところ、こちら境田踏切というところです。先ほどの列車ね、大多喜駅から上総中野に行って、また大原駅の方に向かうんですけども、大多喜駅から上総中野の間は普通列車としての扱いなんですね。しかしながら大多喜駅からこの大原駅の間に関しましては、もう急行列車としての運用になります。ですので、乗るには急行列車の料金が必要になります。まあ、しかしながら普通列車の料金だけであの列車乗れるって本当に乗り得というか、まあ、乗り得なのか分かりませんけど、いいですよね。いやー、本当に乗ってもよかったなと思うんですけど、まあ結局乗れずじまいでした。というわけでね、ちょっとまだ列車やってきませんけども、こちらでちょっと、広角レンズを使って撮影をしていこうかなと思います。まあこのね、第4種踏切ですか、遮断棒のない踏切を入れて撮影をしてみようと思います。この向こうの看板もちょっと邪魔な感じですけども、まあ濃厚車とかは到底いけませんよ、みたいな、ちょっと緩い感じですね。一緒に入れてみようと思います。いやーいいですなー。列車はこのように進んでいきます。いや周りもね本当に田園風景、本当にねなんか
古き良き時代の鉄道っていう感じがね、色濃く残っておりまして、本当にね、素晴らしいですよ。まあ、ゆっくりと列車は、大原駅の方へ進んでまいりました。この後どっかの国吉駅かどっかで5分ほど止まるんですよね。というわけでね、ちょっと排気攻めてみました。こんな感じでね、この第4種踏切がメインということで、ね、列車を横に添えて撮影してみました。さあ、そして先ほどまた言いましたけども、停車時間5分ほどありましたね。その間にね、また追い抜いてしまいまして、大原駅までの、最終カットとなります。このまた田園風景の中をゆっくりとね、このようにキハ28、52が、タッグを組んでやってまいりました。いいですね。以前もここで赤ひげ撮ったかなと思うんですけども、結構ね、ここ、まあ最終的な撮影地として私行きがちなんですけども。いや、でもね、このなんか何にもない感じ、まあ田んぼはあるわけですが、この雰囲気もね、非常に良いわけです。ゆっくりとね、この急行列車、大原駅を目指して進んでいきます。両方とも元々は JR 西日本の車なんですよね。キハ52に関しては大糸線で走っておりまして、キハ28は氷見線であったりとか上花線で走っていた車両ですよね。高山本線も走ってたのかな、まあ、それはまあいいとしまして、ゆっくりと今この房総地域を進んでいくことになります。いや、緩いですね。結構風は強い感じですけども、いやー、これからこのキハ28に関しては見れなくなると思うと本当に寂しいですよね。まあこれから52が単独で動くのかなと思うんですが、いや、まあ最後にこうやってキハ28が動く姿を見れて本当に幸せでした。というわけで写真こんな感じになりました。こちらもね、ハイキーで攻めてみました。いや、本当になんかこの田園風景の中、ほとんどね、2両の列車がタッグを組んで走っている。いや、これぞなんか、古き良き時代を表現できたんじゃないかなと思います。まあ、古き良き時代とか言うにとならお前平成生まれだろって感じなんですけども。私、平成7年生まれです。昭和時代全然知らないわけですけど、それにしてもね、なんかそういうような雰囲気は伝わるんじゃないかなと思います。というわけで、こちら、大原駅、JR 東日本の外房線と、一緒になっております。そして、こちらの一角には、いすみ鉄道の大原駅があるということになります。本当にたくさんのお客さん並んでますよね。今からおそらく乗られるんだと思うんですけど、席別乗車ですかね。キハ28の2348号機。いやー、いいですね。本当に最後の1台になっておりますからね。現存して走ってるやつがということですけども、まあ、いろんなところ保存車両はあったりするんですけども、まあしかしながらね、この本当に車歴60年ぐらいになってますからね、こういうようなものが維持されて運転今までされていたって考えると本当にすごいですよね。もう何年ですか ?60 年代ぐらいの製造ですからね。いや、本当にすごいなと思います。そしてまあ、ラストラン、そろそろ迎えてしまうということで、こうやってね、いろんなグッズが販売されておりました。キハ28の、グッズですね。いや、本当にたくさんのお客さんが来られていて、本当にいいことだなと思います。なくなるのは寂しいですけどね。というわけで、次やってまいりましたのは、こちらは第5の町踏切か、そんな名前だったかなと思うんですが、鉄道写真家の中井誠也先生の、まあ、本当に代名詞と呼ばれる場所ですよね。こんな感じでね、もう何もない場所にこの第4種踏切がポツンと立っている場所になっております。まあ、結構ね、編成写真とか皆さんここで撮られる方が多くて、なかなかね、こういう雰囲気で撮影をしづらかったんですけども、今回に関してはね、人があまりいなかったので、こういう雰囲気でね、私好みの写真撮ることができました。まあ、なかなか人がいるとね、こういう雰囲気で写真撮りにくいですからね。なんとか私的にも、まあね、2番線地、3番線地にならないような写真撮りたいなと思っていろいろ見てると、こんな感じで小さなお花が咲いておりました。というわけで決定です。このお花を入れて写真を撮ってみようと思います。そして先ほど大原駅に停まっておりました急行列車が大竹駅に向かって戻ってまいりますので、このお花と一緒にね、撮影をしてみようと思います。また走ってくる方向としてはキハ52が先頭になっております。まあただちょっと風がね、強くてね、このお花がちょっとゆらゆらしてしまうんですが、あんまり吹かないでくれと思いながら撮影をしております。列車はゆっくりと大竹駅の方へ進んでいきました。まあもともとね、このキハ28がやってきた頃は3往復ぐらいしてたかなと思うんですけど、今ではね、1往復のみとなっております。本当にね、まあ車両も大変なのかなと思います。で、写真はこんな感じになりました。まあ少しね、小さなお花を入れて、この第4種踏切、そしてキハ52を一緒に入れてみました。まあ、やっぱりね、こういう自分的な作風も取り入れることは大切かなと思います。本日も動画をご覧いただき、ありがとうございます。
こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。